んこんにちは、大瀬です。6月の28日、琉球ゴールデンキングスが休業明け、一気に3選手の契約継続選手が発表されました。まずその第1弾としまして、ナンバー24、田代直樹選手が来シーズンも琉球ゴールデンキングスのメンバーとして戦ってくれることになりました。来シーズンもキャプテンである田代直樹選手が、琉球ゴールデンキングスのメンバーとして戦ってくれるのはとても頼もしい限りでありますし、今シーズンは田代直樹選手にとって不完全燃焼で終わってしまったシーズンになりましたので、まずは怪我をきっちり直して来シーズンこの鬱憤を晴らしてほしいシーズンになってほしいかなと思います。また田代選手の実績魅力等を述べていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。来シーズンも田代選手が琉球のメンバーとして戦ってくれまして、これで田代選手が生え抜きとして7シーズン目を迎えるシーズンとなります。やっぱ田代選手の魅力と言いましたら、攻守バランスに優れたポテンシャルを持っていまして、ここぞという時のスリーポイントはもちろん、外国人選手にも負けないディフェンスで、今シーズンは今村選手、田代選手、そして牧選手、この3選手でこのウィングのポジションを戦っていく予定だったんですけども、 B リーグシーズン戦で琉球対新潟戦、この新潟戦で相手選手の接触で田代選手が膝を負傷してしまいまして、今シーズンが終わってしまったという、非常に田代選手にとって悔しいシーズンとなっています。その後田代選手がリハビリを終えて、リーグ終盤でこの琉球のベンチの外から琉球を支える姿や、チャンピオンシップの時に田代選手がこの新潟戦以来ベンチ入りを行いまして、私もこの秋田戦見に行った時、田代選手が久々にベンチ入りを果たした瞬間を見た時は、自分のみならずファンブースターの皆さんがやっぱ大いに盛り上がりまして、やっぱ田代直樹選手の存在は当然必要不可欠でございます。田代選手がこの2019-20シーズンから岸本選手の後を引き継いでキャプテンとなりまして、琉球ゴールデンキングスのプレー中しかり、オフコート外の時でもしかり、このキャプテン田代直樹選手として琉球にとって欠かせない存在、唯一無二の存在となりつつありまして、田代選手がこの2回の怪我を得て来シーズンどれだけやっぱ這い上がるか、やっぱこの悔しさっていうのを鬱憤を晴らしてほしいところであります。やっぱ田代選手の印象で言ったら、今シーズンの開幕戦で岸本選手がハードワークディフェンスで一気に3ファウルをもらってから、ベンチから出て交代するときに、岸本選手とハグを交わして、この岸本選手の意思を引き継いで4クォーターの猛追に一役買いまして、特にここぞという時に3ポイント、3ポイントラインから少し離れた場所での3を決めて、アルバルク東京相手に1点差まで詰め寄るシュート逆転の一歩手前を作ってくれた選手でございますので、やはりこの田代選手のオフェンス、ディフェンス、そしてキャプテンシー、この田代直樹選手にしか作れない雰囲気というのはございますので、やっぱりこの田代直樹選手のプレイヤーとして、キャプテンとして、やっぱ琉球ゴールデンキングスの来シーズン飛躍並びに優勝を遂げるには、田代直樹選手の力っていうのは必要でございます。それを実現するためにも、やはり怪我を1日でも早く治して、2度の怪我を得て田代選手の復活を来シーズン見届けたいなと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。